今回紹介するのはロジックで進めるリウマチニカは原病診療という本ですリウマチニカは腹病をどう疑いどう追い詰めるべきなのか治療薬を何をもとに決定しどう使用するのかなどの診療の基本を著者ならではのロジック 思考経路を持って分かりやすく示した著者の顔がありありと浮かぶ日本の医学教育において OSCE に代表されるシミュレーション形式を用いて実施臨床に即した教育を試みるようになったのは比較的最近のことである。それと同様に我が国には疾患に関する教科書的な知識を伝える書物は星の数ほども存在するが。 徹底的にに実地に即した具体的な診療ノウハウを伝えようと試みた書物は見かけないこのため詳細な診療方法は各人各大学医局によってばらつきが大きいまた医局における都定制度が徹底していた時代は教授外来や教授会心に賠責することでその教室の標準的な診療方法が伝承されていたが 現在教授外来や教授改診に媒石する習慣は一般的ではなくなりつつあるましてや多忙な市中病院においては上級医の外来に媒石する機会は大学以上にまれであろうこの本において著者は徹底的に実地臨床に即した医学教育を意識している臨床医として後進の者たちが必要とするであろう学術的知識を これでもか、かとばかりに総動員している。後輩と交わり教育することが好きでたまらない医者の筆致である学術的根拠を求めがたいコツについては勇気を持って試験だがとエキスパートとしての経験に基づく見解を披露している読めばまるで著者の外来や会心に媒席しているように感じる昔とは異なり 通り一辺の知識を詰め込んだ教科書はこの分野でも今や多く得られるしかし勉強の足りた若い臨床医は教科書的知識の不足によって困ることなどないむしろこういった実地臨床を強く意識した書を必要としているのだと思うその点で本書は期待を裏切らぬ校長であると思うさらに 紹介されたノウハウは決して要所の受け売りに終わらぬよう著者の日常臨床でよく咀嚼された形で提示されているため要所の翻訳版にありがちなこの治療は日本では不可能しかじかという部分がないこれも若い臨床医にはありがたい限りであろう以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。